こんにちはこんばんは。ゲーム動画でいこうです。えー、川崎記念競輪最終日12レース決勝戦の予想をお送りしたいと思います。えー、12レース決勝戦、全員、えー、自力選手になりましたね。で、えー、っと、まぁ、あ、郡司が地元優勝をかけます。えー、三谷、平原が SKS 班です。 はいえー、というわけで、えー、と概要ですね、予想と。えー、とご覧の通り、唯一三者なのが難関という、まあ、岩本は短期なんですけど、まあ、神奈川の後輩の松井に乗る軍事がやっぱりチャンス,チャンスだと思いますね。 で平原もだいぶししてきました三谷はまだまだということで、えー、その後を松岡この3人、えー、っとやっぱり松井は引っ張るとは思うんですけど吉田拓也もあの平原連れてる意地がありますからねこの2人が潰し合う形になってしまうと思うんで、まあ、そこから軍司や平原が乗り換えて でえー、三谷の仕掛けに合わせて松岡も伸びてくるという流れをと思いたいと思います。はい、えー、もう少し詳しく解説,し,解説していきたいと思います。えー、ご覧の9人なんですが、えー、バック回数は、試差が14回なんですが、試作は、えー、神奈川の3までなんで、 実質、吉田拓也16回、松井の14回、この2人の、まあ、バック争いになると思いますね。ホーム回数も、まあ、2桁、2人とも2桁なんで、やっぱりこの2人のど,どちらが先行するのか、先行争いになるのかというのが、えー、濃厚だと思います。 神奈川3社いるのは絶対有利ですよね。それに対して、えー、と平原は吉田とのタッグで2社ですからね。三、ま、谷、あ、も、あの近畿は一人なんですが松岡がマークしてくれることになりました。ということは三谷も仕掛けはするってことですよね。で、岩本、吉田が短期。で、この2人なんですが、うん、いまい 短期でも足があったらしたら面白いんですけど気配は薄いんで厳しいんじゃないかなと思います。で最初ですねあ、このメンバーなら松井が行って軍事かなと吉田もまあ当てにならない。 ところもあるしな、平原連れたとしてもと思って、軍事一択かなと思ったんですが、ちょっと、まあ、平原は売れてるんですけど、ちょっと軍事に集中しすぎなのかなとは思いますね。やっぱり吉田も気になりますからね、吉田が何もせずに終わるかなっていうのは。 あるんですよねなんでちょっと軍事かぶりすぎなのかなという気はしますね。平原も5人以外だったらあのそれなりにあのつくんで副長気配という言葉あれば。 そうだな平原から別践51でも10あの三谷でも16倍ですからねで松井が若さを見せて吉田が残った場合まあ吉田も若いですけどの53も21.1倍とか意外とつくんですよね平原平原も悪くないなと思いますねさてえっ、ー、と どういう展開になるかっていったら、まあ、松井、そうだな、前を取るのが誰かってなるんですけど、えー、スタート回数、この3つの数字並んでいる一番右ですね、えー、っとこちらはあの一番トップは9番車の松井が3回ですで、平原が2回となってるんですけど、まあ、そんなすんなり前を取らずに結局三谷が。 えっと前をと一番者なんで前を取りに行くんじゃないかなと思います。で、えー、吉田と松井はお互いを意識しながら結局踏んでいく主導権を取り合っていくんじゃないかなと、えー、思うんでやっぱり吉田も松井も 足使っちゃって、友だれになるんだと思うんですよね。じゃあ、あの叩き合いになったら三谷でまくれるかって言ったら、やっぱり準決勝こそ、あの窓場の助け回って一着と、番手まくりで取ったんですけど、まあ、長く持った、あの長く持つ足なんで、三谷の足っていうのは。トップスピードはえっとまあ ナナショナルチーム組には見劣りますけどまあその構造距離が結構見たには長いんで結局深谷を不発にさせること深谷は8番手でしたからねスピー出足のスピーナー良かったんですがあのそまあ届かなかったという感じでまあ深谷が1着取ったんですけどまだ副長 二次予選までの流れ見るとまだそこまで復調してないというか正直まだ厳しいんじゃないかなと思いますなんで、えー、とただ見たにはやっぱり本来短期でもおかしくないとこ松岡がついてくれますからねある程度はあのはい いつもよりは早めの仕掛けになる。というわけで、松岡、チャンスあると思うんですよね。なんで、三谷は外して、この軍司、平原、松岡の3人なんですよね。えまあ、吉田ができる伊勢を、松岡、松井ができる伊勢を、結局は、 軍事も平歯も自分で最後は出ていく必要があるんで出て行った時に、えー、っと平歯の後ろ誰もいませんし,し、えー、っと軍事の後ろ試作ではちょっとまだまだ確定用不安がある,あるということで準決勝追走はなかなか悪くなかったですけどね。 それでもやっぱり平原に、志産は平原に来られたら、うんと、軍事の後ろを取られちゃうんじゃないかなということで、結局、軍事平原で、なんか回って、最終4コーナー回ってそうな、もしくは、あの吉田ができた場合、平原が番手から仕掛けて、軍事が切り替えて、えー、っと、回ってそうな。で、三谷がまくってきて、コースを松岡がついてくるという。 流れになるんで、この三人なんじゃないかなという気はします。やっぱり軍事から行くにせど、そう流し。とか、まあ、点数多めだと。なんかとり、あの、がみちゃいますからね。うん、程度絞って。えー、この。えー、っと、三人のボックスといたしました。 はい、いかがだったでしょうか、えー、と川崎記念決勝戦ですね、えー、わ若手がそろって、神奈川は3人、軍事は優勝できるのか、あの平原を復勝気配はどうか、三谷は意地を見せられるのかなど、えー、ポイントがダービー直前に向けて、ポイントの多いレースにな,なるかと思います。 まあ、松井の端にも注目ですね。はい。えというわけで、えぜひぜひお気に入りましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いしますえ。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので。よろしければ見てください。またえ、この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたそちらを見ていただければ嬉しく思います。 ここまでご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で以降でした。